前田の体に異変が、一体どうなる。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。目指せトップアイドル苦手克服大作戦。このアンケート書いたの覚えとるか。そう、実は事前に苦手なものをアンケート調査、それをある方法で克服してもらいます。やっぱりもう芸能界を渡っていくのはやっぱ苦手なものがあっちゃダメなんじゃないかなと。だから今日俺がね、苦手なものをお前ら今日克服させてやろうかなと思って、おー、いい企画。高橋太郎が助っ人を呼んでますんで、その助っ人をお呼びしたいと思います、はい、この方です、どうぞ。はい、この方は催眠療法のスペシャリストの中山先生なんです。中山和輝先生は心の病を治療する催眠心理療法の権威。どんだけこの先生が催眠療法すごいのか実際に見せてあげますから、ということでまずは宮沢が簡単な催眠を体験。力抜いて背中に当てたりね、ここに気持ち向けてると体がどんどん後ろに引っ張られていくよ。はい、行くよ。はい、してください。お前、うっせぇな。そんなバカな。いやいやいや、後ろバイってどういう感じなんそれ。引っ張られるんです。いやだって先生触ってないよ。だって見えない糸をつけたんです。これで見えない糸をつけた。そう、だからこれをこうやってすると引っ張ってるんです。これだって見えてないもんね。え、それ踏ん張ってもダメなの。そう、踏ん張ってみて。踏ん張れ、踏ん張れ。はい、動いちゃダメだよ。ちゃうと、意識しとう、ちゃんと立とうって。おかしいよね。おかしい。でも体が勝手に動くよ。人間の脳は 95% が無意識の部分。そこに暗示をかけることで固定観念を消したりコントロールすることができると先生は言う。今回の場合、後ろに引っ張られるという暗示で勝手に体が動いてしまうのだ。さらにこの手ね、どんどん自分の顔に近づいていっちゃうよ。そう、どんどんどん、そして顔にくっつくと、何やってるの。手は顔から取れなくなる。そしてグーッと自分の意識じゃないわけ。それ違う。でくっついちゃう。私はこの腕を引っ張ろうとしてもどん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 強くなってくる。なんかこっちには力入るけどこっちには力が入ってるのよくわかんないけど、とりあえず動かなかったです。だってさ、男の力やもんね今。どこが熱いの。体が熱いでしょ。一生懸命抵抗する分他が緊張するから、そのほどかれた時にほぐれるから、ふっと息抜ける。続いて大島舞も催眠を体験。しかし、いやでもマイが結構意志が固いので絶対にかかんないと思うんですよね。さやちゃんは女優さんをやってますから、演技の可能性もありますから。信じてないんですから。前催眠術とか先生ちょっと目にもの見せてやってください、うん、どういう催眠かけます。先生この手をくっつけて、はい、こういう状態にして、はい、離れるよ今の手ね。全然離れます、ね、私こうつくっつってフィッてるぞ。ギューッと上が溜まっちゃったよ。離れなくなっちゃった。これは手が固まる。そう、固まる。そう、開いてるよ。なんで取れんの。下にガーッと固まってるから解くよ。はい、取れた、ね、すごい。お前かからんって言ったやん。かかってないっすね。かかっとったやん。じゃあね、名前を聞くから教えてくれる。大島舞です。私のだけだけど、そう、名前言えないよ。名前が声出なくなる。そう、声出なくなってるよ。他の言葉喋れるんだけどね。名前はちょっととろんとしてきたね。そう、目がとろんとして、目がとろんとしてきたやん。今どんな感じなの。名前今普通ですよ。普通です。名前は長いこと付き合ってきた名前よ。言いたいんですけど。言いたいけど出らんの。じゃあその名前がここにあるよね、はい、これ抜いちゃおうか。えピッてると名前は抜いた。もう今頭にも浮かんでない。名前を抜いたんですか。名前は名前、自分の名前。名前は、うん、
教えてあげようか。いや、なんで自分の名前言うの。あなたの名前は山田です。え先生、今何したんですか。名前を違った名前入れたんです。違った名前を入れたんですか。はい、名前分からんの。山田花子です。そう、山田花子。え、違う。お前の、お前はなんていうアイドルな。山田花子です。山田花子ってアイドルな。え、山田花子しか頭ない。戻すよ。さあ、山田さん、山田さんですか。違います。名前なんていうの。大島です。はい。今はもうかかってないですよね。そう。じゃあでもまだトロンって目がしそうやけど。目がトロンとしてる。その名前一回抜かれた時ってどんな感じなの。頭真っ白になります。で、入れられたらポンって入ってくるってこと。入ってくるっていうか、言えるようになるみたいな。山田って答えたの覚えてるんですか。覚えてます。で、自分で違うっていうのもある。私の名前は山田じゃないっていうのはない。ないです。その時はないんや。不思議な感じ。もうなんかふわふわしちゃう。でも怖くないでしょ。あんだけ信じないっていう大島やったけど、ずっと目がトロンとしてて、なんか異変は見てわかるんですけど、うん、やっぱ実際なってないと、うん、なんで言えないの。なんで言えないの。すごい、なんか、まあそうやな、消えるんで。本当名前が、怖い。さあ、いよいよここからが本番。信じない人もじっくり見てください。松井が普段おとなしいから、はい、その前に出れるように、はい、そのギャグを積極的にできるように、はい、催眠ちょっとかけてもらって。うわ、それもう積極的。いいの。今回松井にはどう思うと聞かれたらアイーンと答えてもらいます。そこを力を抜けてさ、何が何か、そうするとどんどん嬉しいよ。これやったらすごいですよね。アイーンっていう言葉をね、もう本当正統派というか、そいつ前にどんどん出てる、ね、だって見たことないよね。あ、今フィー入りましたよ。今もう先生、今かかってる状態ですか。はい、え、本当にかかっとんの。わかんない。なんかえ、どう思う。ちょっと陽気になってる。なんな今手がちょっとこうなんやその手。いやだって言ってほしい。必死に耐えてるんですね。 それは志村けんさんに失礼よ。出すのはどうも。やりたくない気持ちと、やりたくない気持ち、泣いてるのが。そう、で一生戦ってるんですか今。そうすごいね。すごい。うわ、ちょっと俺取り上げてきた。言った方がいい。やっちゃうと自分が楽になる。スーッと楽になる。落ち着いちゃうよ。ほら、ずっと落ち着いてるよ。ほら今どう思う。ほら。嘘でしょ。どう思うよ。すごい。こっちに言ったのに。すごい。こっちに問いかけたのに。ちょっとショック受けとんや。どう思う。こんな声言うことじゃない。自分のものになってきて、自分のもの仕上がってきたね。おう、いや、すごい。そんな自分どう思う。めっちゃ陽気よ。めっちゃ陽気やん。じゃあまず席の方戻って。ほどいてせっかくやからこのまんまね。今日の収録は陽気な松井で。続いて高橋みなみがさらにすごい催眠を体験。高橋が、克服するものはこちら。え、食べれないですよ私。梅干し。いや本当に食べれないです。メンバーも知ってます本当に。アイドルが行ったらグルメ番組とか行って梅干し食べれませんじゃん。グルメリポートやっぱできないわけですよ。まあね。いや本当に食べれないですよ。だから今日はこの梅干しを催眠療法で食べれるようにしてもらいたいなと思います。食べたらすごいね。なんで嫌いなん高橋は。ちなみに梅干し形も形この匂いもダメです。もういつから食べとらんのそれ。いや、生まれた時から食べたことないです。あ、生まれた時から梅干しを食べたことない。食べず嫌い。一回じゃあ食べてみる、うん、いや、本当に食べれないんですって。分からない、分からない。食べれるかもしれんそれは。食べたことない。一回ちょっと舐めてみたら。え、マジで、うん、ちょっとどんぐらい苦手かも俺らな、分からんくし。初めて触りました梅干しだって。あ、くそ。え、えずくほどなん。いや、本当に食べないんですよ。高見菜は梅味のお菓子とかも全然食べないです。そう、え、ほんと一口だけ食べる。ちょっと舐めてみたら。頑張れ、頑張れ。一口。あー、気持ち悪い気持ち悪い。
ましたね。もう大の苦手。そんな嫌いか。いやいや、口の中なのでどうするんですか。本当に。あ、じゃあ おしぼりでちょっと拭いて。先生、こんなに、こんなにね、嫌やって言ってるんですけど。本当に無理。これが、食べれるようになるんですか。なんとかなると思うんです。今目の前に梅干しあるよね。でもこうやってね、こうやって振っていくと、だんだん、ね、感覚が違ってくるよ。今まで見てた梅干しとはまた違う感じ。自分の中でなんか匂いにしても自分の中でどんどん変化していくよ。ほら、さっきとは全然違い、匂いもとってもいい匂いになってきてるよ。ほら、嗅いでみて。嫌な匂い？先生、今もうかかってるんですか？違う、ねえ、高橋、今の気分わかんない、何もわかんないです。わかんない、わかんない。何か変わったのかな。うん、食べてみんな、かかってるよ、梅干しは。平気でしょ。ほら、高橋、食べれる、食べれる。さっき吐きよったよ。なんか味は別になんか普通で、普通。どんな味なの。酸っぱい。じゃあこうやってね、こうやってこうやって振ってるよ。口開けてみて。そうするとね、酸っぱいっていう感覚から甘さに変わっていくよ。どんどん甘くなっていくよ。なんかもう口がもうなんかすでに甘いんですけど。もっと甘くなるから、入れるともっと、どう。甘い。それ梅干しっていうのは分かるよな、高橋。今お前が手に持っとるなや。梅干しやんな。食べてみて。どんな味。甘い。じゃあちょっと一気に食べてもらっていいかな。そうすると自分にとっても、すごい。食べれる。どう、美味しい。うん、それ食べてもらっていい。食べよ。食べてみて。はい、もうふっと動かったよ。ほら、美味しくなった。おいしい。それ溶いてもらっていいですか。溶くよ。高見の途中でさ、溶かれたじゃん。あんなった時っていきなり変わる。味が変わったんですよ。梅干しが甘くなるってすごいね。すごい。最初めっちゃ吐きよったもん。もう気持ち悪かった。死にそうでした。もっと今は、今の気分は別に平気ですけど。全然普通。すごくない、これ。これもすごい。どう思うよこれ、お前。ちょっと待って、やだ。どう思ってくるから。手が。どうも。リアルに解いてもらえませんか。ということで、松井の催眠はここで終了。さあ、続いては前田が催眠でとんでもない行動を。前田が克服しなければいけないものはこちらです。トカゲ。いやいやじゃないよ。お前らは志村動物園に出たくないんか。お前はいやいや、触って、なんてことするんですか。触ってみ。一回触ってみって。一回触ってみろって。なんてことするんですか。一回触ってみろって前田。さあ、ここまでトカゲが苦手な前田だが、果たして。こうやって目を軽く目を覗いて、力抜いて、そう。そう、今まで爬虫類トカゲが絶対触りたくないし。いやだってことだな。目を開けてみると、なんかすごく可愛らしくて、ね、触りたくなるよ。さあ、目を見て。え、前田これ触れると思う。無理だと思う。え、そう、もうかかってるんですか先生。そう。前田を見て。あ、いけるかも。いける？はい。本当に？そう。気持ちが平気になってるよ。え、大丈夫？え？嘘や前田。さっきめっちゃ言われたよ。やばいって前田。めっちゃペットみたいに持ってるよ。なんかね。
ができる。全然できる。いや可愛いトカゲ。可愛いです。解いたらどうなるんですか。いやだって今解いたら、今解いたらだって可愛いじゃん。トカゲ投げちゃう。じゃあこっち見て。え解くよ。一つ二つ。あ待って待って待って。だが、もう一度催眠をかけるとかわいいよ、ほら。肩に乗して。マジで、なんで大丈夫？なんか、飼ってる気分になる。私動物は好きなんですよ。なんかその中の家にいるような気分になります。さっきと何が違うわけ？ちょっと楽しくなれます。催眠かかってると。わかんない。楽しいよ。全然大丈夫だよ。すごい、なんで勝ったのか。まだまだ解くよ、一つ使ってみて。とここで大島が恋愛感情も恋愛、あ、女性同士の恋愛感情みたいなの、あ、出るんすか。そこで急遽この二人がこんな実験を。大島さんがあなたのことめちゃめちゃ好きになるっていう。そしたらその時の、ね、あなたを見つめる目から全部変わるよ。そして見るととってもあなたの好きなタイプよ。大島の目にご注目。嬉しくなってきたね。ちょっとなんか恋する、恋する女の目になったよ、ね、先生今何をかけたんですか。ダブラブ。え、何の才能を受けたの。大好きだった。大島、何、離れな。女よ、相手は女ですよ。誰が好き。誰が好きな。もう一人でライバル作りましょう。ライバル作りましょうか。前田ちゃん、ちょっと、え、あっちゃん、あ、楽しい、これ。前田が秋元を好きになるようにしてもらっていい。ずーっと見てる。え、ちょっとプニプニ、どうした秋元。プニプニしてくるんです。プニプニすんなってよ、大島。この間に入りたい。この間に入れてあげえや。やだやだ。ちょっと待って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 待え、なんで？なんか、すっごいなんか、私のものみたいな、なんかここに入りたかったんですよ。マイマイが抵抗すればするほどなんか入りたくなっちゃうんですよ。え、大島はどうだった？え、なんかライバルが、最大のライバルが来たと思って取られちゃう。私とやったらよかったよ。ダメダメ、ダメ、大好きだったんだもん。先生、なんていうの催眠かけたんですか。大島さんが、秋元さんを大好きって、はい、前田さんにもライバルがいるよと言えば当然嫉妬しいわけじゃないですか。すごいっすね。すごい、ごめんね、ごめんね。面白いのでもう一度。びっくりした。やだ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 。悪い気はしないけど。先生、今日は本当にどうもありがとうございました。明日、というわけで以上、苦手克服大作戦でした。この後、業界騒然の新ユニットが登場。AKB48 とアイドリングのコラボユニット
その名も AKB アイドリング。そのデビューシングル「チューしようぜ」がいよいよ来週発売、要チェックです。そしてファン待望、前田敦子のブログが本日の朝10時についにオープン。素直な自分を出していこうと前田も意気込み十分。アメブロで検索して素顔の前田に会いに来てください。さあ今週の歌は小島、高橋、峯岸のユニットノースリーブスのセカンドシングル種。先週の発売以来大反響を呼んでいます。一体どうなっちゃうの？